ピーナッツバターと卵です。いただきます。いただきます。ほんとね、食器がね、余談の間違った作戦先生だから作家タイプや天才作家タイプこういうさ、人たちはさ、なってる人たちはさ、もう本当にちっちゃい頃からこれめっちゃ見てたんかな何したんじゃない。もう大きくなったらこれになるんだとかな感じかな。大輔お兄さんはそういう感じだったらしいけど。大輔って誰だっけ。あの歌のお兄さんのこの人の前の人。あ、本当。うん。全然募集時期とかじゃないのに、とりあえず NHK に何回も電話かけたこと。熱意えぐい。まあでもそうか。うん。歌のお兄さんなりたいんですけどみたいな。だってもうそこしかないんだもんね、だって。うん、そう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 。大学2年ぐらいの時にもうそれぞれがあれなんじゃない、歌のお兄さんの完コピモノマネで素人相手にちょっと受け取る、うん、受け取るんじゃん、手応え感じてるのか。いいね、後掛けタイプなんやねこれ、うん、ね、いただきます。ありがとう。あれ、サノもうまそうや。うん、鮮度いっぱいある。いいね。いただきます。うん、今からちょっと買い物に行って、ホームセンターで、電球を買いたいと思います。この車のテールランプが切れちゃったと思って買いに行こうと思ってたんだけど、昨日の夜かな、あの前のライトもまさか切れちゃったんで、前と後ろのやつ買って、でもあのホームセンターの駐車場で付け替えて、でその後ダーツ3時間やって帰るみたいな感じにしようかなと思っています。本当に和定食や、完璧です。いただきましょう。ありがとう。いただきます。